どうもこんにちは、おじしんしです。どうもこんばんは、マリサです。おはようございます。おはようございます。本日も始まりました。おじしんしの D2 メガテン。今回は何すんの？今回はですね、本日実装された新しい悪魔、ウロボロスを狙っていきたいと思います。ウロボロス、デビルサマナーやソウルハッカーズ、初期ペルソナ3作品に出ています。あとはレアなシミュレーションゲーム、ロンドにも出てきます。セガサターン持ってたけど、ロンドはプレイしたことないぜ。まあプレイしたことない人が大多数と思うよ。ってことで早速ウロボロスを狙いに、召喚所に行ってみよう。召喚してくれる？はい、召喚所にやってまいりました。星5悪魔の排出確率は 3%、ウロボロスの排出確率は 0.5%、いつもの確率、確定星5召喚のウロボロス排出確率は 3%、相変わらず低い確率。せめてウロボロス排出確率を 1% に変えてくれるだけで、モチベーション点上げなのにねー。ってことで早速、回します。はい、はい、ダメでした。ダメダメのダメ。次行こ次。お次は第2投目。お願いします。ポチッとな。レインボーターン。ただのライダーでした。いらねえ。もうインフレがひどすぎて使い道ないのよ。はい、はい、ダメでした。星5悪魔が来てくれるのは嬉しいけど、ライダーはないでしょ、ライダーは。悲しいけど、これ現実なのよね。はい、クソ、ふんでした。マスターテリオン、君は本当に使い道がない。再実装されて強くなって戻ってきなさい。無茶を言うな。はぁ、マスターテリオンとかガチャの中に含めるなよ。マジで、合意召喚だけ出てくるようにしてくれよ。マジでリアルに本当に、切実だな。切実ってか当たり前のこと言ってるだけでしょ。ライダーとかテリオンとかもういらない悪魔をジェムの召喚に含めるなっつってんの。マジでリアルに本当、ご立腹だぜ。はい、はい、ダメでした。悲しい。はい、毎日毎日コツコツと貯めたジェム、一瞬で消え去りました。排出したのは、クソとクソでした。悲しい、もうウロボロスを手に入れることはないでしょう。諦めはや、無課金だからね、仕方ないね。ってことで、この動画が気に入った方は、チャンネル登録と X フォローよろしくです。コメントやグッドボタンもどしどし待ってます。ここまでのご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしく哀愁。今後ともよろしく。